電車男や半沢直樹など一大ブームとなったテレビやドラマでも、バットマンやスパイダーマンなどのアメコミ映画に全米の人が熱狂しているのも、これら全ての共通点は、こんにちは。困った時は即決営業営業コンサルタントの辰巳です。日々の営業活動お疲れ様です。あなたはお客様の心を揺さぶる話し方に興味はありますか？もし自分のプレゼンがいまいちお客さんに響いてないと感じるのであれば、ぜひ今日の動画を最後までご覧ください。きっとあなたの助けになるはずです。では今回ご紹介するテクニックはストーリーフォーミュラーというテクニックです。このストーリーフォーミュラーは商談やプレゼンにおいて抜群の威力を発揮します。トップセールスたちは例外なく使ってます。いわば商談の必殺テクニックです。ぜひ習得してあなたもトップセールスになりましょう。即決営業。最近は何を買うかよりも誰から買うかというのが重要視されてきてます。そこでもストーリーが他と差別化する要素になり得ます。なぜ差別化できるかというと、人は物語やストーリーが大好きなんです。なぜストーリーが大好きなのか。まず大前提として、いつの時代も人の心を魅了し突き動かすことができるのはストーリーによる力なのです。ドラゴンボール、ワンピース、鬼滅の刃と大ヒットしている漫画も、電車男や半沢直樹など一大ブームとなったテレビやドラマでも、バットマンやスパイダーマンなどのアメコミ映画に全米の人が熱狂しているのも、これら全ての共通点は、そこには素晴らしい物語やストーリーが用意されているということです。私たちはその漫画や映画のストーリーに共感し熱狂していくのです。あの映画の主人公みたいにかっこいい生き方をしてみたい。映画の主人公みたいにあんな風に強くなりたい。その主人公と自分を重ね合わせることで感動するのです。日常からあらゆる物語やストーリーに触れてきて育った我々は、物語やストーリーがもう大好きなんです。では、このストーリーを営業にも活用しようというのが、今回ご紹介するストーリーフォーミュラーというテクニックです。ストーリーフォーミュラーとは、感動する物語を作るための型なんです。お客様の心を揺さぶるストーリーを作るための型は次の通りです。まずはストーリーを7つの構成に分けます。1つ目は似ている現状。2つ目は挫折。3つ目がきっかけ。4つ目が成功体験。5つ目がメソッドが。6つ目が他人の成功。7つ目が最後にあなたの番です。このように7つの構成に分けます。それでは早速、ストーリーフォーミュラーのこの型を使って物語、ストーリーを作ってみましたので、1から7まで通しでやってみますので、意識して聞いてみてくださいね。私も営業を始めた頃、○○さんと一緒で、もう営業成績も散々で、もう下から数えた方がもう営業成績も早かったんですね。そんな自分が本当に大嫌いだったんですよ。だから私は営業成績を上げるために、もう本屋に通っては営業本を読み漁り、もう気づいたらもう本棚に何十冊も営業本が並んでたんですね。でも結局は読んでは満足してるだけで、もう実際にもう全然成果が出なかったんですよ。思ったように成果も出ないし、なんで自分って営業やってんやろうって、なんだか虚しくなってきて、もう営業やめようかなって思ってたんですね。しかし、すがる思いで受けた営業セミナーで、凄腕のトップセールスマンと出会いました。何か電撃がビビッと走った感覚で、もう考える先に口が動いてました。私に営業教えてくださいって口走ってたんですね。そして、藁にもすがる思いだった必死な私を見て、そのトップセールスマンも快くいいですよと受け入れてくれました。その出会いをきっかけに、その凄腕のトップセールスの教えを実践したところ、翌月についに私は初めて大型契約を取ることができました。しかも私の会社の営業が誰が行っても契約できなかったお客様から受注することができたんです。いろいろどう契約したのか聞かれましたし、会社のみんなからは称賛されました。そこからいろいろそのトップセールスの言ってることを忠実に守ることで、私はバンバン契約を取ることができました。そして私は見違えるほどの自信がついているのが分かり、ついに1年後にトップセールスになることができたんです。これはすごいと思った同時にこう思ったんです。過去の私と同じように営業成績に伸びないように営業やめようかなって思っているはずはきっとたくさんいるはずだと。そこでその凄腕のトップセールスマンから教わったノウハウをまとめ、独自の営業育成プログラムを完成させ、会社を立ち上げたんですよ。幸いにも私の力を必要としている受講生は年々増え続けています。これまで多くの受講生が営業成績を伸ばし、数多くのトップセールスを輩出しております。最初はいまいちだった営業マンも、私たちのプログラムを受講していただき、3ヶ月後にはもう大型契約が取りました。ありがとうございます。と、嬉しい報告をくれるようになりました。このように弊社の営業育成プログラムはもう再現性が高く、もう誰でもトップセールスになれることができます。まるまるさんももしもトップセールスになりたいのであれば、私にぜひ任せてください。全力でサポートさせていただきます。以上がストーリーフォーミュラを使った物語です。いかがでしたでしょうか。ここで営業を習えば、もしかしたら自分もトップセールスになれるんではないかと思っていただけましたでしょうか。ストーリーフォーミュラを使うときは、自社で扱う商品やサービスについてあなたが素晴らしいと思ったきっかけのエピソードを具体的に詳しく話すことを心がけてみてください。自己紹介の時は、あなたがその会社に入ったきっかけのエピソードを具体的に話すことを心がけてみてください。何千回何万回、うちのサービスはおすすめですよとか、うちの会社は素晴らしいんですっていうより、もう何倍も効果的です。そのストーリーが具体的であればあるほど、素晴らしい理由であればあるほど、あなたの話に共感し、商品やサービスが魅力的に伝わって、もっとあなたの話を聞きたいと心を揺さぶれるお客様が増えるはずです。正直、ストーリーフォーミュラーはトップセールスマンになるための必須のテクニックです。ストーリーフォーミュラーを最大限に活用するために、ストーリーの話をする際に自分が一番熱くなる必要があります。そのストーリーと熱量にお客様の心は揺さぶられていくのです。お客様が一番心を動かされるのは、あなたが今の会社、今の仕事、その商品を売ろうと思った理由です。突然ですが、あなたに質問します。あなたは自社の商品やサービス、会社を心から素晴らしいと言い切れますでしょうか。絶対この商品でお客様を助けられるはずと心から強く思えていますでしょうか。もしそうでないなら、あなたがなぜ今の仕事を選んだのか、もう一度思い出してみましょう。即決営業では、今回のまとめです。今回はトップセールスが必ず使っているストーリーフォーミュラーについて解説いたしました。ストーリーフォーミュラーとは、人を魅了する物語を作るため7つの構成に分けた型です。7つの構成をもう一度言います。1つ目、似ている現状。2つ目、挫折。3つ目、きっかけ。4つ目、成功体験。5つ目、メソッド化。6つ目、他人の成功。7つ目は、あなたの番です。この方に当てはめて、自社の商品やサービスについて、これはいいと思ったきっかけやエピソードを具体的に詳しく話すのがポイントです。そして大事なのは、あなたが今の会社、今の商品やサービス、今の仕事について心から素晴らしいと信じることです。この機会に、今の仕事を始めたばかりの熱意を今一度思い出してみてください。きっと素晴らしいストーリーが出来上がるはずです。是非実践してみてくださいね。私たち株式会社即決営業は、あなたの営業スキルの向上をサポートさせていただきます。原点に立ち返って、今の会社に入った理由、営業職に就いたきっかけを思い出し、自分の目標を改めて振り返ってみてください。営業の YouTube を見ている、勉強家で真面目なあなたなら、その目標をきっと達成できるはずです。我々株式会社即決営業では、 YouTube 以外でも様々な形で営業マンのお力添えをしております。営業に関する具体的な技術を知って、もっと売り上げを上げたいという方は、この動画が終わったらすぐに即決営業の公式 LINE に登録してください。即決営業公式 LINE に登録すると、あなたの営業力が上がる3つのプレゼントをご用意しております。また、東京大阪ウェブで即決営業無料体験セミナーというのもやっておりますので、ぜひご参加してみてくださいね。公式 LINE 体験セミナーともに詳細は概要欄にありますので、ぜひチェックしてみてくださいね。本日は以上になります。株式会社即決営業営業コンサルタントの辰巳でした。どうもありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して、3つのプレゼントを手に入れてください。